ベンチ入り26人枠。野手1番、イチロー、2番、井口忠人、3番、大谷翔平、4番、松井秀喜、5番、城島健司、6番、福留孝介、7番、岩村明典、8番、筒香義智、9番、松井和夫。控え、川崎宗則、田中健介、吉田正尚、新庄剛志、青木宣親。先発、野茂英雄、ダルビッシュ、岩隈久志、田中将大、前田健太、黒田博樹。中継ぎ、上原浩二、長谷川茂俊、大塚明典、岡島秀樹。抑え、斉藤隆、佐々木。キャッチャーが早々に埋まったの今考えると奇跡やな。次にメジャー行くやつすら出そうにない。言うて城島キャッチャーの能力か確かないだろ。打撃すごいやつに無理やりキャッチャーやらせてただけ。先発に2022大谷入らんの？それだと打者成績も2022バージョンになるんやないか？筒香田中健介って内野の層が薄すぎる。中地おらんやん。風格ピッチャーレベル高いな。聖夜か吉田ファーストのがマシやろ。さすがに筒香より控えの誰か出す方が良さそう。今年の線が入りそうだな。松井和夫だけはいつ見ても入ってるのずるない？ワールドシリーズ制覇不可避やろこのチーム。強い。松坂いないのか。一塁守ったのがノリと筒香しかおらんのがね。でも選手層薄いから怪我人出たら終わりか。吉田一郎ファーストできるやろ。筒香はさすがに弱いわ。マイナー含めていいなら福留がファーストやってたから、筒香の代わりに外野手入れればいいと思うよ。1年目に75試合登板して32ホールドした平野は？よく見たら野手14、投手12じゃねえか。ローテ6枚だしリリーフ死ぬだろこれ。先発のうち1枚はロングリリーフ兼用のユーティリティでええやろ。このメンツなら早期降板もそんなにないだろうし。地味に守備走塁終わってねえか？打線弱くね？大谷並みに打てるのもう一人増えねえかな。内野が穴だらけ。一番手はダルか岩隈にしてほしい。この投手陣ならショート松井和夫より川崎のがええかもしれん。穴多いけど投手層の厚さでプレイオフはいけそう。この中継ぎ抑えなら6回まで勝ってればいけるやろ。